本日は大変ショッキングな、知らせが届きました。11月に、納車された、愛車の86、まさかまさかのリコール。実際に工場で、ラインに入る前に不正が発覚して、でしかも工場に入る直前に一旦、ラインがストップで、それで、大丈夫ですっていうことになって、まあ、86が出来上がってきたはずだったのにもかかわらず、まあ、今回はとても残念な、まあ、リコールの報告となってます。でトヨタとスバルのホームページを見ると、まあ、2月の8日に、リコールということで、ホームページにリリースされてたんですけども、と振り返ってみると、17年の10月の27に、不正発覚後の社内調査結果がリリースされて、11月の9日に、リコールの実施について、でさらに12月の、19に、今後の対策ということで、リリースされてました。で、86の、ラインについては11月の上旬少し止まって、もうそれからもう大丈夫ですというふうに言われて、再開したのにもかかわらず、まあ、結果リコール回という、非常に非常に残念な、結果ですね。まあ、残念なところとしては、まあ本当に安全な、まあ、車、まあ、安全っていうところを、そこって大丈夫なのっていうふうに、まあ、思われてしまうっていうことと、まあ、今回のリコールの作業に、約2時間、必要なんですね。で2時間、まあリコールだから無償ですと言われても、もう2時間って結構大変なんですよね。まあ、この2時間何すんだって話ですよ。でしかも、自分ごとなんですけども、まあ、小さい赤ちゃんもいるの で奥さんも自由に動けないっていう状況なんで、2人で、まあ、2台の車で行って行く帰ってもう1回行くとかも、そういうのもできないんで、まあ、なんだかなっていう感じですね。